真夏のアドベンチャースポットお台場冒険王、去年は340万人の人が来たんだって。今年もこの冒険ランドにロックジャンキーがいっぱい集まってるよ。モヒカンヘアカッツ、タトゥードアームズ、 All for the sake of rock。On this day, rockers once a year, their own time to party. なんと今日、真夏のロッケンロール収納会議、ロッケンロールサミットが開催されます。キングオブロッケンロール、LB プレスリーから続くロックの歴史を塗り替える、最高にして最強のバンド、人類も集まってます。Rock and roll lovers, they live for rock and roll. These rock and roll lovers once get together for a live event. Odaiba's adventure, adventurous stage. Once a year, rock and roll, rock and roll summit. Oh,
こういうあのメンツでやるのはどうですか？いやもう素晴らしい。もうあのもう感銘を受けたアーティストばかりですね。非常に光栄な機会をいただいて、このしかもこんな降り注ぐ太陽の下でこんなロックできることってあんまないんで。まだあのロッケンローサミット僕たち1年生なんで、来年はまたあの2年生だから2年生だからちょっと夜の部に食い込めるようにグイッと食い込めるようにやりますね。経験してるんで、ちょっと気持ち的にはちょっと楽だった感じですね。もうあの東京に移り住むとかいうことはなく、宮古からずっと発信していこうと思ってます。あまり何も考えてないですね、そこら辺は。沖縄から発信できる
ことを大事に、宮古島のポリシーも捨てずにロックしていきたいというのがあって、なんか東京出てくるとなんか歌詞も変わりそうで、一緒にビートルクラッシャーと歩いていこう。あなたと
ありがとう。歩いて行こう、同じ速さで、あなたと歌う。歩いて行こう、同じ速さで、あなたと歌う。歩いて行こう、同じ速さで。よろしく。
Thank you.
まあでも誰にも真似できないもんね、コンセプトとか目指してるものっていうと何か、もちろん憧れのバンドとかいっぱいいるんですけど、ただロックはそういうことじゃない、自分が持ってるものを 100% 出し切れることだけだと思う、何かから持ってきてどうとかじゃなくて自分の中でそれを消化して自分のものとして出す、まあでもみんながやってることですから、ね、いや楽しいな、やっぱりだから俺どうしてもグラブってな、ありがとう。
また9月の10日ぐらいに帰りますけど、あのね、CBGB のすごい近く、うん、向こうでいいよ、やっぱ一緒に暮らしてるし、ほら、何いいよね、なんか、うん、合宿感、常に合宿感。いや、これからのピーポーの野望は、野望世界中を回る世界制覇。嘘です、ごめんなさい。嘘です、ごめんなさい。謝ります。まあ、楽しくやります。また楽しくロッケンロールサミットに戻ってこれること。どのバンドもこの炎天下に負けずに暑かったね。でもまだまだロッケンロールマウンテンはまだ5合目よ。次はジョーアルコホールグループ。Shadow.
Thank you.
living shadow of the past. Under the red sky, why can't terror satisfy? All this blue character, they know what can be good thing. つまんねえって寝てるよりかは行動しようぜみたいなね。ねえ、ユタちゃんなんかもよく言ってるけど、まあなるようになるみたいなね、でも歩いてないと落とし物も見つけられないし ね、なるようになるとはいえ走ったら歩いたりして This one's gone! 投げ投げ投げ
回は単純に気持ちいいんじゃないかな、うん、あの音がさ向こうの壁に跳ね返って帰ってきたりしないじゃない、うん、行ったら行きっぱなしっていう、うん、そういうなんかもう地球がお客さん、うん、そうそうそれ地球がお客さんこれはやっぱり楽器を持った戦争なんだよね、平和のための例えばオリンピックも一つの戦争かもしれないけど人間こう生きてる限りなんか何かと戦って生きてるからで俺たちの場合は人殺しじゃなくて楽器を手にして音楽でみんなと共にこうこの去った世の中を見つめていこうっていうねそれが 俺のロックンロールなんだね Cowboy, take it to the shore.
ントの方が自分もお客さんで参加してる感覚になるよ。あのやっぱり見てるし、他のバンド見てたりとか、ああええな、面白そうやな、楽しそうやな、俺も早く行きたいとか、なんかこうすっげえわんぱくの気分になってるの。ちょっとあのワンマンとかだとこうよし今日やるで、多少は構えるやん、少なかれ人間だからね、イベントってやっぱり気の知れた仲間同士やから、でも本当去年も出させてもらって、今年ももう今年なんかもう本当みんな友達のバンドばっかりだから、なんかやっぱ楽しいよねこういうイベントは、で野外だしさ、今日はこの間よりは涼しくてよかったいやでもとにかくね、まだこうやってまあこうやってカメラ通してテレビ越しで、今見てくれたりで、多分このライブの模様見てくれて、やっぱ少ないからね、なんかこれはきっかけやから、ビビッときたもんはまあとにかく今度一回生で、でまあレコード行って探す、まあそんな簡単なことしか言えないんだけど、あの本当はリアルに体験してもらった方が一番やから、まあとりあえず、まあとりあえず来いやっていうことかな。ロケンローサミットはメンツ来いよってことは、まあ SA 見に来たら幸せな気分で帰れるよ、とりあえず。
どうしようか。今日まだまだいいバンドいっぱい出るんで、最後までバッチリ楽しんでって。で、今日終わったらどうしましょうか。金がない、金が。よし、今日終わったらうまい酒浴びようぜ。ノーティーボーイ。もうちょい前に来て顔見せてくれよ、顔。どいつもこいつもどうしようもねえ、ノーティーボーイ。カモン。We'll be right back.
こういうメンツを持ってくるっていうのは、ね、楽しいですよ。
中でラブなロック
最高。ロケのサミットは日本全国世界に振りまくために俺たちは生きてます。ビタオルを見ると世界の威張ってるわけじゃないんだけど、俺たちはあの世界を回って世界のロックンロールをよく知ってます。俺たちを見に行くと世界のロックを、世界のロックの今を見ることができるよ。マイレージもたまります。地上で一番速いもの、we'll be right back.
to me, baby. Try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And I love it, baby. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, 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 baby. Come back, baby, I wanna play house with you. が凝縮された音楽ジャンキーのための30分がスタート。全ての始まりはエルビス。ということはチャンピオン同士の対決が1回戦に進んでいくことですね。 K-1 ワールドグランプリ2004決勝戦。 New blood, new blood is here, but don't forget him. A lot of new blood in Sawa. 今年の王者を決めるグランプリファイナルを東京ドームから12月4日フジテレビ721で生中継。勝ち上がって挑戦して勝てるようにしたいなと。さらに直前にはグランプリを争う8人のファイターの今年の戦いも特集。お見逃しなく。F3 時代のレースが721で蘇る。サクセスストーリーが今幕を開けようとしています。セナやシューマッハラも戦った F1 への登竜門のレース F3 で見事王者となった佐藤拓磨。721ではマカオグランプリ、そしてイギリス F3 選手権で活躍した拓磨の勇姿を4ヶ月にわたり放送。11月は日本人初優勝を果たした F3 マカオグランプリを放送。お見逃しなく。